はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回はですね、この佐賀大学の入試問題を誘導なしで解いていきます。まあ、この問題ですね、誘導があれば比較的簡単に解けるんですけど、誘導なかったとしてもぜひ解けてほしい問題なんですね。この問題に応用問題を解く上で非常に重要な考え方がギュッと詰まってるので、一緒にね学んでいきましょう。それでは問題、 K2 乗括弧 K プラス1括弧 K プラス2の2乗分の1のシグマを N の式で表せと。まあこういう問題ですね。まずはじめにこの問題を見て絶対にやってはいけないこと、この式のようにシグマをね分母に入れたら絶対ダメですよね。っていうのも2分の1足す3分の1、これ分母だけを足し合わせて5分の1っていうふうにしないじゃないですか。これと同じことをやってるので、これは絶対にダメ。じゃあどうするのか、これね、まずは類似の問題で考えていきます。 K 括弧 K プラス1分の1のシグマはもう非常に典型的な問題ですね。この問題において何をするかというと、もちろん部分分数分解、この K括弧 K プラス1分の1を部分分数分解してあげると K 分の1マイナス K プラス1分の1になると。この何がいいかというと、これね、 K イコール1を入れてあげると1分の1引く2分の1、2を入れると2分の1引く3分の1と、3を入れると3分の1マイナス4分の1と、点点点、どこまで入れるかというと N だね。 N 入れると N 分の1マイナス N プラス1分の1と、こういう風になって、そしたら2分の1が消える、3分の1も消える、4分の1も消えると、次々に消えていって、結局最初と最後だけが残るんですね。だから1マイナス N プラス1分の1が答えになると。こんな感じで部分分数分解をしてあげることによって、この問題に関しては簡単に解くことができる。じゃあ次の問題も見てみましょう。 K括弧 K プラス1括弧 K プラス2分の2のシグマ、これもかなり典型的な問題ですね。これも何するかというと部分分数分解なんですけど、このね分数式を部分分数分解厳密にするってなると、途中式はね省きますが、 K 分の1マイナス K プラス1分の2プラス K プラス2分の1、こういう形になるんですよ。ね、K 分のなんとか、K プラス1分のなんとか、K プラス2分のなんとか、こういう形に変形することになるんですけど、これだとね、うまくいきませんよね。さっきの式、部分分数分解してあげたら、こんな感じでどんどん消えていくわけなんだけど、今回の場合っていうのは、ね、K 分の1引く K プラス1分の2足す K プラス2分の1、この形にせっかくしたとしても、何もうまくいかないんですよ。まあこの問題に関してこういうふうに変形する人はね少ないと思うんですけど、ここでね学んでほしい重要なね考え方っていうのがあるんですね。この部分分数分解、実はね厳密にやればいいっていうもんじゃなくて、この部分分数分解っていうのはあくまでね目的じゃないんですよ。分数式のシグマを求めるときには部分分数分解っていうふうにねもう抑えてる方っていうのは多いと思うんですけど、それだけじゃダメだっていう話なんですね。これはあくまで目的じゃなくて、何のために部分分数分解をやるのか、その大元の目的っていうことをしっかりと押さえなきゃいけないと。この目的っていうのは実は FK-FK+1 の形を作る、これが真の目的であって、これを作るための手段が部分分数分解ですよと。こういうふうにね、部分分数分解っていうのをとにかく覚えていればいいっていうもんじゃなくて、何のためにね、目的はこっちで、その手段としての部分分数分解なんですよと、そういう構造全体をしっかりと押さえておく必要があるんですね。このことを考えるとね、部分分数分解やる必要はなくて、この FK-FK+1 っていう形さえ作ってあげればいいわけだから、この式もね、前の2つと後ろの2つ、これをね一旦残したまま部分分数分解をすることができて、こういう形に変形することができるんですね。まあ完全な部分分数分解とは違って一部分残しているので、部分部分分数分解、部分分数分解の部分、部分部分分数分、もうややこしいですね。まあ、部分分数分解の一部分ね残してあげたものによってよって FK-FK+1 を作っていく、これが目的なんだよと。これを踏まえると、ね、最初ね、まあ、どんどん消えていくわけだから、最初と最後だけが残って、最初はこれね K イコール1を入れたもの、 1×2分の1 引くこっちに N を入れたものが残る、 N プラス1 N プラス2分の1と、こういうふうに求められるわけです。
重要なことっていうのは FK-FK+1 の形を作ると。それを踏まえてこの問題を解いていきましょう。この問題もこいつを部分分数分解するわけなんだけど、目的は FK-FK+1 を作ること。でこれでね、やってしまいがちなこととしては、この問題近いなと、類題を見つける、この考え方は重要。類題を見つけた上で、これ最初2つと後ろ2つっていうふうに分けてあげたなと。ということはこれも K2乗K+1、ね、最初2つと後ろ2つ、 K+1K+2 の2乗分の1と、こういうふうに変形してあげればいいんじゃないかと、ね、これに係数倍かけてあげればいいかっていうふうに、ね、考える人いるんですけど、これだとね、うまくいかないんですよ。なぜかというと、これ見てあげるとね、これ FK ですね。FK とおくと、FK プラス1って何かというと、この K に K プラス1を入れたものなので、K プラス1の2乗 K プラス2と、ね。この2の1がこっちに来てないといけないんですよ。ここ FK プラス1っていうふうに言うためには、2乗の1が違うんですね。なので、この形、作ってあげてもうまくいかないということが分かるはず、ね、消えてってくれないからね。じゃあ FK-FK+1、 この形を作るためにどうやって変形しようかなっていうことを考えていく。でその手段としては部分分数分解っていうことを考えなきゃいけないわけなんだけど、まあ、完全な部分分数分解じゃなくて一部部分分数分解、これを考えてあげたときに、このね、2乗っていうものが、ね、ここの K2 乗っていうのがここに来るわけだから、K プラス1の2乗っていうのが出てきてほしいと。で、逆に K プラス2の2乗を1個戻したら K プラス1の2乗っていうのをね、作れてほしいわけだから、じゃあこいつを、こういう形でうまく変形できないかなっていうふうに考えてほしいんですね。K2 乗 K プラス1の2乗分の1、引く K プラス1の2乗 K プラス2の2乗分の1と。ここの K プラス1の部分に思い切って2乗をつけちゃおうと。そうすることによって FK-FK-1 っていう形を見つけることができますよね。これでうまくいくのっていうふうに思う方もいると思いますし、こんなの思いつかないよっていう方もね、いるかもしれないんですけど、これはね、ぜひできるようになってほしいんですね。っていうのも、これ問題として与えられている以上、問題としてあるんだから、うまくいくようにできてるはずなんですよ。 FK-FK+1 っていう形でうまくね、パズルのように組み合わせていけば、なんかね、うまいこういう関数っていうのを見つけることができるようになってるはずなんですね。っていうか、もうそうなってなかったら解けないわけじゃないですか。なので、まあ、そこはね、問題として出されてる以上、きっとなんかね、うまいことやればうまくいくはずなんだろう。じゃあこういうふうにやってみたらどうかなと、実験を重ねていってパズルのようにね、楽しんでもらえたらいいかなと思います。まあ、うまくいくはずっていうふうに思って実際計算してみると、通分してあげる。そうすると左側の方は K プラス2の2乗で、右側の方は K の2乗が足りないわけだから、これ計算すると K2 乗足す 4K 足す 4 引く K2 乗で 4K 足す 4 でくると K プラス1と、これね、約分 K プラス1 1個分ね、することができて、でちゃんと K2 乗 K プラス1 K プラス2の2乗っていうのが出てきますね。でこれ分子が4なわけだから、これこっちの式を4分の1倍してあげることによって、この式をこういう形に変形することができる、ね、4分の1倍を忘れずに。そうしたらここ FK-FK+1 になりますよと。あとはこれね、 K が1から N まで順番に入れてあげると、一応ね、順番に書くとこういう形になってどんどん消えていくので、結局最初と最後だけが残る。計算してこういうふうに答えを出すことができるわけです。よろしいですかね。この問題を解く上で非常に重要なことは2つ。1つ目が FK-FK+1 を意識して部分分数分解すると。部分分数分解するっていうことを丸覚えするのではなくて、これっていうのはあくまで手段であって、目的はこれをね、作ることだよと。この目的っていうものが何なのかっていう、その構造全体を抑える、これはこの話に限らずいろんなところで重要になってきます。で2つ目が、問題として出されてるんだからどうせ解けるはずと、どうせ解けるようになってるんだよと。この問題もうまく組み合わせてあげれば FK-FK+1 っていう形を作れるはずなんだ。そういうふうに高をくくってあげて式変形をしてあげることもできるわけなんですね。
もうなんかね、初見の問題でこんなの考えたこともないよっていう問題に出くわした場合、見たことない問題だけど今まで学んできたことを積み重ねてあげればどうせ解けるはずだよねと、このどうせっていう感覚がね、自分の自信につながってくるんじゃないかなと思います。ということで今回佐賀大学の問題を誘導なしで解いてきたんですけど、今後もねこういった面白い問題をたくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。